品野教育会観光駅社団法人品野教育会は長野県の教育職の団体である会員の会費により運営している1886年7月に我が国教育の普及改良及びその上進むを図ることを目的に設立された初代会長は朝岡はじめ長野全県を挙げての教育運動新州教育や 今日まで続刊されている教育雑誌、品野教育で知られる。明治初期より長野における教育への関心は非常に高かった。明治9年の調査で小学校就学率63%を記録し、同16年の文部省調査による旧国別の寺子屋数調査でも全国一位であった。近世における民衆の文化的蓄積があったことや、寺子屋、 私塾の師匠経験者や近代以降に設置された長野市繁学校の卒業生らが小学校教員を務めたこともこうした教育に対する関心の高さを支えていたこうした長野県における教育を支える側の教員たちの職能団体として成立し新州教育を担ったのが品の教育会である新州教育とは明治15年に 県立長野市藩校長として赴任した野瀬久氏が提唱した概念で長野県における教育が他府県のそれよりも優れた特質を持つとの評価を与えるものであった。特に日清戦争後には就学率の高まりを背景に地域割拠の目立つ長野県の教育界を全県的に盛り立てるため半信州主義などの語とともに新州教育を強調した。 また、1907年には、信濃図書館を開設したが、これは、後の長野県立図書館の前身となった。県下全軍士に部会を持つようになった、大正期には、月例集会での会員総合の討論、演説、研究、講習を通じての研鑽や島木赤彦、土屋文明らを専任の編集主任に迎えた。 品の教育の観光を通じての教育的主張のほか、各地の教師たちによる独自の教育実践が展開された。この時期の教育活動を特徴づけるのは、武者の工事さね奴らの白樺に影響を受けた人道主義的、自由主義的教育で子供の個性を伸ばすことを重んじるものであった。しかし、1924年、 松本市販学校付属小学校で行われていた教科書に頼らない就寝授業が文部省市学院の避難を浴びるとそうした対象自由教育とその担い手であった青年教師たちは検討局からの非難や処分を受けただけでなく教育会内部でも孤立し困難な状況に置かれたこの時期の教育実践の再評価は第二次大戦後を待たなければならなかった 対戦中の翌3体制下では、全国で最も多くの、万毛開拓青少年義勇軍を送り出し、軍国主義教育に、積極的に協力した。1944年11月には、国の要請により、大日本教育会長野県支部となったが、運営の実験はなおも掌握し続けた。また、 他の教育雑誌が大日本教育会の日本教育に統合される中、シナの教育は、用紙を調達できなかったただ一度を除き毎月、欠かさず刊行され続けた。廃線により、大日本教育会が解散すると、1946年11月に、改速を変更してシナの教育会に服した。1949年、 GHQ 長野軍政部教育課長のウィリアム・エ・ケリーが教員のレッドパージを強行すると長野県教職員組合は弱体化されそれに代わって島の教育会が長野県における教育に大きな影響力を持つようになったこれは他の都道府県において教職員組合の結成により各地の教育会が解消するのとは対照的であったしかしながら 長野県の高校卒業者の大学進学率の低さに対する指摘や、品野教育会の影響力が強い一方で、その影響力が長野県の教育に寄与していないとする世論調査、結果もあり、改革への試みが続けられている。品野教育会の特色の一つが出版事業である。その出版物は、児童、生徒を対象とした教科書、 学習帳だけでなく、地域の歴史、自然、文化に取材した、調査研究など幅広い。主要な出版物を挙げると、文部省検定、修字理科学習帳、理科教科書、国語教科書、家庭科教科書があるほか、1913年から1936年にかけて、小山全集一冊奏書、天山全集長谷川明道全集など、 長野県出身の先人たちの業績を修正する出版物が刊行された。近年は少子化の影響やカラー印刷などの教材作成の負担増やコスト上昇など採算性の問題で教科書や副教材などの教材作成が難しい現状になっている。ありがとうございます。